い、今回くまくんから突然オファーもらって、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。もうなんか考えないでやる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 やりたいやりたいって言っちゃったんで、はい、もうなんか頑張ろうって思った。くまくんのね、振り踊れるのもかなり貴重な経験だし、どんな風にくまくんが私のことを思ってて、どんな風に私を表現してくれるのかなって思うと、やっぱ料理されたいんで本当にすごく嬉しかったです、吉江さんは僕吉江さんとFacebook とかでもつながってるから吉江さんとああいう風に踊るんだけども、実はお家でドレッシングから作るような女なんだよ。だからそういうなんか暮らしてるっていう人がでもこういう風に踊ってるっていう、その全部が見えると素敵だなと思って。だから吉江さんを選んだ理由はもちろんそうだし、でとかそういうところを知って入れたっていうことと、知っていった女性がたまたまああいうとんでもないダンサーだったっていうことで、僕の中でこう合致して、ぜひ吉江さんに。ということに。でもあの人こそだってね、なんか生きるのがアートみたいな人だから、バッチリなんじゃないかと思います。オンラインのコロナ前とコロナ後のオンラインに対する考え方はちょっとすごい変わって、例えばじゃあバックダンサー、なんでバックダンサーし、ね、人の後ろで踊らなきゃいけないのみたいなっていう、最初にまず否定から入る人なんだけど、でもいざそこの懐に入ったらとことんやりますみたいなタイプなんで、今回やってみてオフラインとどれだけ違う状況かで、あ、違った側面で、あ、こんな風に上手くなれるんだとか、あ、この子はオンラインのプラスを分かってるなとか、こう受けてる人との距離感みたいなものが、画面越しでも伝わるわこの人の熱量とか、あ、この人すごい退屈そうとか画面越しに分かるみたいなっていうのもあったし、オンラインだからこそのなんか発見があって、私はとってもやってよかったなと思いました。はい、そう、その表現についてというかダンスについては、ダンスって言葉が何なんだっていうのを僕は結構個々が自分の言葉に置き換えなきゃいけないんじゃないかなと思ってるね。自分にとってダンスとはって言った時に、こういうことですっていう体の動きとかじゃなくて、じゃあその何なのかっていうのをなんか自分に問いかけた時に、僕はコミュニケーションなんだよね。お客さんの前で踊ってお客さんがどういう反応をして、また僕が踊ってっていうコミュニケーションなんだな僕にとってダンスはって思ったから、例えばこう配信でこう文章を書いてそれを見た人たちが良かったですって言ってくれることもコミュニケーションだから、すごく全部がダンスって言ったらすごく分かりづらいんだけど、でも全部がダンスなのよ。だからこうやって喋っててもコミュニケーションだから、これも僕にとってはダンスだし、書くのもダンスだし、もちろん映像で配信するのもダンスだし、でレッスンに来ると、だからもうずっと僕はダンスって感じだね。生徒の方にこう喋ってる時も踊ってると同じことだし、で実際踊る時ももちろん踊るしっていう意味で、すごいこういうとひねくれたやつみたいだけど、本当に全部がダンスだから、あんまりなんか期間に踊れないっていうことがあんまり自分の中ではストレスじゃなくて、違うコミュニケーションの取り方をなんか考えてるって感じだと思うんだよね。なんか私一番海外でたくさん経験した中でこんなにも違うんだと思ったことが一つあって、海外の人たちってライフなんですよ、ダンスが、音楽が。日常に音楽がかかりました、全員でうーってこう歌い出すんですよ。それを見た時に、ああここに入れないと思って、なんかこの人たちはライフがダンスで、これにはちょっとかなわないって思って悩んだこともあったから、なんかこう自分の中でもその 人とアートとしてクリエイティブするも部分と、ああもうなんかもうダンス誰にも見せない、誰にも利益も生まない、 SNS にも載せないダンス、日常のうーみたいな音かかったら掃除中でも踊り出しちゃうみたいな日常のダンスも私はダンスだと思ってるので、大事な部分なので、その両方をなんかすごい大事にしていきたいなと、今回それをすごい出せたんじゃないでしょうか、くまくんの、ね、引き出しにより。はい、コロナ中って嘘だろっていうぐらいアイデア出てきて、
ラジオ体操で変なダンスしてみたり、もう私ありとあらゆるいろんなことやったんですよ、自粛中に。だからそれってやっぱりこの期間だからこそ生まれるクリエイティブだと思うから、どん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 みんなが発想自由に生み出してって、それを形にしてくれるスタジオがあったら最高だなと思うんで、利用しましょうこの機会をね、生かしてぜひぜひ、なんかどんどんいいアーティストがこのスタジオから生まれたら、このサイトから生まれたらいいと思います。でも今回のこの映像でもそういうイメージをすごく叶させてもらったんだけど、いいなって思うのはやっぱり手取り足取りしてもらってアーティストになるんじゃないじゃないですか、踊りましたね。だからすごく自分でクリエイトする脳みそみたいなのが育てられると思うし、そうなればいいなってすごく思うんですよね。なんか踊る人たちが、自分たちが踊る場所がなくなったって言うけども、実はそれって踊る場所もクリエイトしないとクリエイターではないじゃない、本当は。だから いかに今まで僕たちはすごく誰かの助けを得てクリエイトしている風だったかみたいなのをすごい今気づかされたこの数ヶ月間だから、だからそういうふうにこうサイトを見て、サイトはもちろん大事で、それをなんかこう閉じた後に自分が何を思ってどんな行動できるかみたいなのがすごく大事だと思うので、なんかそういう意味ではオンラインっていいなってすごく思ったんじゃないか。自分に合った先生を見つけることが大事だから、待つんじゃなくて受けてみるっていうのは大事かも。自分でちょっと興味のあるものを下調べしてでも、なんかとりあえずチャレンジして受けてみるのはいいと思います。それで1個じゃなくて何個か、なんか分からない人はね、試してみて、もしかしたらすごいダンスが上手だけどすんごいオンライン下手な人もいると思うのなんかね、結構大事なのよオンラインって、おしゃべりとか説明とか楽しみ方とかね、全然ちょっと得意なんで。皆さんに思う一言あげるとすれば、まあなんか自分だけのものをしっかり見つけてやるからには、自分に甘くせず厳しい道を選んで壁をどんどん叩き破って上に上がっていくことを、常に崖っぷち精神が私が得た大きな愛なんで、それは私の言えることはそこが大事にこれからもしていきたいです。なので一緒に目指しましょう